こんばんは。なんかすごいこんな目真っ黒になってる。なんかちょっとね、口に色とかないんだけどさ、劇場内の楽屋にメイク道具全部今置いてるから唇色直せない。こんばんは。テロップ書こう。テロップを書くぞ。舞台2日目、2公演目と3公演目が終わりました。パチ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 、9公演中の3公演が終わりましたかな。うん、3公演が終わりました。ありがとうございました。配信やあとは劇場に見に来てくださった皆様、ありがとうございました。2日目、すごい、やっぱ舞台の2日目って結構みんながミスしがちって言うんだけども、私もね、昼公演にね、もう一番最初にめっちゃ噛みましてね、あ、これが魔の2日目というやつかと思い、そうなんですよ、一回ね噛んじゃった。でもなんかその分をね、なんかもう取り戻そうと必死にあがいてた。でも今日すごい共演者の方にね、夜公演終わった後結構なんか褒めてもらって、なんか上手くなったねって言ってもらってすごい嬉しかったなんかやっぱ本業それでお仕事、もうご飯を食べていられる方ばっかりの中に入ってさ、そんな演技のお仕事初めてなのにさ、48内でやるのとはまた違うじゃないですか。それを本業にしている方と一緒にお仕事なるってなった時に、なんかもう何も分かんないし自分は、もうすごい結構直されてばっかりだったんだけど、これまでずっとその結構役で絡む人たちとかが何回も何回もアドバイスくださって、で今日夜公演終わった後に、なんか上手くなったねって言っていただけて、でもなんか自分もね、今日あるシーンの時にね、すごい腑に落ちた時はあったんですよ腑に落ちたシーンがあってね、なんかすごいはって思いました。頑張ったって思った。頑張ったんごー。19日オンライン通所とかよろしくお願い、19日オンライン通所とかか、こちらこそよろしくお願いします。どこか気になる、どのシーンか気になるよね。でもね、まだネタバレできないよ。でもさ、なんか語りたくなるよね。まず初日が終わった時点でさ、もう語りたくてしょうがなかったもん。もちろんさ、ネタバレは禁止なのはもう重々承知ですけどもさ、なんかその映画見終わった後とかさ、私すぐ感想調べちゃうの。感想調べて他の人の感想知りたいの。でもさ、今回できないからさ、まあでもあのハッシュタグリアニセプトとかリアニメーションとかで結構見たりとかするんだけど、まあいろいろ皆さんが、ね、ネタバレにならない範囲でこう語ってくださってて、すごいね、こうまあ自分のファンの方だけじゃないの、もちろんそれでつぶやいてる人たちって
他のキャストのファンの人とか舞台ファンの人とかがつぶやいてるのも全部読んで、あ、こう感じてるんだなとか思ったりとか、うん、気になる、うん、まあ気になるよね、どういう、うん、なんかさ、うん、自分はやっぱ台本を何回も何回も読んで何回も同じシーンを繰り返してるから、それがどういうシーンなのかとかも理解できてるけど、初見の人とかはもう映画みたいにさ、パーって一瞬じゃん、そのシーンがどう感じるんだろうなって思って気になってね、うん、ピちゃんのパパかっこいいね。そう、私のパパ役お父さん役の笹川さんっていう方は、私のこのはちゃんのお父さんの役の笹川さんって方はね、あのセルアミの方で演出、舞台演出助手みたいなのやってらっしゃって、2期生とかをメインで教えてた方なんですよ、うん、セルアミの舞台演出の人はリアニの演出家のジンさん、佐々木ジンさんって方なんだけど、その方と一緒にその私の今のお父さん役の、ね、笹川さんも広島に来てて、結構ね2期生メインで教えてたかな。あと多分インタビュアーとか、セルアミのインタビュアーの声とかも多分笹川さんの声じゃないのかな、多分違ったらごめん聞いてみよう今度。そうなんですよ、あの声、そう、あの声の方、うん、そうそうそう、それを踏まえてみると、でもね、なんかちょっと声違うっぽいからちょっとあれかもしれない、ごめん、昨日と一昨日のタワー書いたのでちょっといるか分かんないけどご紹介させていただきます、東京 TK 局長さん、タワーありがとうございました、ありがとう、昨日のタワーです。そしてですね、この間のね配信終わり際に来た沖優香さん、推しさん、タワーありがとう、これなんだっけ、誕生日遅れたみたいな感じで言ってたっけ、ありがとう、タワー遅くなってごめんね、ありがとうございます、うん、本当にありがとう、タワーも早くショールームでいっぱい語りたいこといっぱいあるんだけどな、語れないよね、難しいよね、だってネタバレ禁止だもん。トロブさん見に来てくださった、そう、トロブさん見に来てくださったんやけど、なんだろう、この期間中とかなんか面会みたいなの禁止だから、うん、あ、でもあのなんかラデュレのお菓子をいただきました、トロブさんから、そう、可愛いお菓子をいただいて、もうセンスの塊でした。でも見に来てくださってて、ね、どこに、まあ、客席暗いからどこにいたのか分かんなかったけど、うん、そう、でも見に来てくれて嬉しい、トラブさん、うん、そう、ありがたいね、これ STA のマネージャーとかもね、なんかプライベート、もう本当にあのゲネとかじゃなくて、もうマネージャーがそれぞれがなんか休みの日に来てくれるらしくて、すごい、しかもあのもう本当に自腹でめっちゃなんか優しいって思いました、プライベートで来てくれるお客さんとして、ありがたいね、うん、愛されてる、そうね、愛されてるよね、うん、私は韓国のファンです、お、ありがとう、韓国語があんま分かんないんだけど、サランヘヨありがとう、いや本当にね、もう何を言ったらいいのか、でもね今日何してたかな、なんかパンフレットをね
もらってるんですよ。キャストは全員あの購入できるんですけど、多分物販とかでもパンフレットになんかあのキャスト全員のサイン会みたいになってて、その楽屋でいろんな人のサインをね、なんかみんながもらいに行くみたいな、いろんな人にみたいな感じでサインゲットしてきました。何人か、全員じゃないけど自分は、めっちゃ豪華な豪華な、なんていうん、ガイドブックじゃない、なんだっけ、私さっきな、あ、パンフレットだ、パンフレットが出来上がった。プレミアがつくプレミアがついてます。うん、すごい皆さんなんか欲しいっていや、あげたいよ本当に。声優さん豪華、そうだよ、平野綾さんとかさ、三木真一郎さんとかめっちゃすごいのよ、超絶豪華な。尊敬している共演者さん、尊敬している共演者さん、皆さん尊敬してますけどね。だってもうプロの方々だから。でもやっぱナインの村田ひろなさんの歌は本当に泣きそうになるし、多分ひろなさんもね毎回泣きながら歌ってるんやけど、泣いててもめっちゃ声量すごくて、はあ、すっごいなって。あれはもうひろなさんにしか出せん声だと思って、めっちゃうってなってます。みんな先輩、そう、年齢も芸歴も多分皆さん先輩、アフターオキポライブはいつですかアフターライブの私私あるかな、どうやら私はないですね。ひなあのみちゅさん、みちゅさんのやるひなバンドはあるけどね、アフターライブ。いや、私ひろなさんと同じ役だったんよ本当は。3月の時もうね本当に病みそうになってね、なんでこんな歌が上手い人と同じ役なんて思って、ボイトレも行ったけどさ、もう本当にもうあん時は3月マジで病んでて、本当に皆さんは知らないかもしれないけど、私はもうめちゃくちゃ病んでたんですよあん時は本当に、そのひろなさんのやってる役がねもう本当に重要な役で、歌でもう世界を救う並みの重要な役やったんやけど、し台本も変わる前はもう本当に準主人公ぐらいの扱いで、そのミクという役がめっちゃ歌わんといけんくて、そうもう本当にボイトレも毎回行って、ボイトレの先生もうーんみたいな、これをあと数週間かみたいな感じで、本当にでもやっぱこういうのさ毎回ライブとかで見てたら、やっぱ歌える人たちってすごいなって思うし、いいなって思う、羨ましくなるよね。こんだけ歌えたら気持ちいいだろうなってめっちゃ思いますもん。めっちゃなんか帰ったらもうパフォーマンスめっちゃ良くなりそう自分めっちゃ影響されるもん、いろんな方のパフォーマンスに。すごい本当にね、なんか勉強になります。
今日のアフターライブはピコさんとナウオバネナウオバナウナウめっちゃ噛みそう、ナウオアネバーっていう劇中のバンドでした、うん、ピコさんの歌声マジですごいんよ、なんかもうあーみたいな、た高いん、なんていうの、ああいうのミックスボイス、お腹鳴ったわ、うわーってすごいよね、どうやったらあんなうわーみたいな、じゃあ私の声が汚すぎてもな、もう本当に申し訳ないんだけど、地声男性であの高音はどうやって出すんだ、本当になんかもう皆さんすごくて尊敬でございます。アフタートークはオキパ出るの、アフタートークは私出ないですね、今度100回目記念あるんだよね、セプトさんの明日か、うん、今日一日でおきちゃん好きになりました、ありがとうキュン、おきちゃんも次歌わないと、歌おうかさあ幕を照らせ、ライトを照らせ、これが僕の物語さ、 歌上手くなりたい、にゃん、このはちゃんの歌声、このはちゃんの歌声はどんな感じでしょう舞台の前いつも緊張してますか、なんかね昼はね本当に毎回、今日もね2日目だからかな、すごい死にそうになった、初日も死にそうだったけど、なんか昼がねやっぱ初めの方の公演はやっぱ緊張してる、夜はねまだ声出しができた状態だからあれかもしれないけど、昼公演やばいね、ひたすらもう柔軟してる。舞台の前しっかり食べますか、昼公演はね全く食べない、なんか気持ち悪くなっちゃって、気持ち悪くなっちゃう食べたら、昼終わってその夜までの間中はお弁当の差し入れ出てるし、もうちょっとお腹も空いてるから食べるんだけど、うん、昼公演前はね食べれないな、感じです。でも結構もう夜まで食べてない方とかもいらっしゃる、その歌う人とかなんかお腹に残ってたら歌えないみたいな人とかもいた、うん、私は歌わないけど、まあ単純になんかちょっと気持ち悪くなっちゃう、胸に残る感じが、ご飯の味が胸に残るのがあんま嫌だから昼は食べない。でもお腹空くから夜は食べるって感じ。13時50分。早いな。明日もこのはちゃんとしていきたいと思います。輝ける。輝きたい。まだまだ。頑張りたい。ハートありがとう。ギフトありがとうございます。お花とかも。頑張ってって。ありがとう。頑張る。ぜひ配信もよかったら見てね。自分ちょっとアーカイブ今日の昼夜今から見よう。終わったらショールーム。このはちゃんにキュンキュンしたよ。本当に。なんか応援したいとか可愛いって思ってもらえるような。
に頑張る。でもな、私がやるとな、なかなか表現できないんだよな。可愛い、なんだろう、嫌味のない可愛い女の人をやるってなかなか難しい。僕恋のアーカイブ見る。あ、僕恋のアーカイブも見る。今日禁じられた2人を葵さんとまいちゃんがやったということで、ちょっとめっちゃ気になる。ココアさんの生誕祭もね、延期だったけどね、もし次生誕祭実行されたら私も出たいな。頑張ろう。終わった後に話してたお姉さんが、おきちゃん可愛いって言ってた。本当に、もうね、女性のお客さんが多くてね、なんか緊張するんですよ。ああ、女の人がたくさんやーと思って。めっちゃ緊張するの。やっぱさ、もう、男性のキャストを見に来られてる方もいらっしゃるからさ、もう私、大丈夫かみたいな。でも、やっぱりそのこのはちゃんが女性から見ても応援したいと思ってもらえるようなに演じないと、私が演じないとダメだから、本当に頑張ってます。なんかこいつ近づいてんじゃねえよみたいに思われるように演じたらダメだと思って、もう頑張れ頑張れって応援してもらえるようにな、このはちゃんにならねばならんと思って。このはちゃんはそういう応援したくなる子だったから、私は台本読んだ時に、頑張ります。難しいの本当に、あ、どうしたらいいんだ、もう悩みっぱなしです。あ、難しいな。頑張る、頑張ろう。本当に明日も頑張るぞ。ああ、なんかもう疲れるの、めっちゃ声張るしさ、もうすごい疲れた。疲れた。今日は自分のファンの人がめっちゃ最前にいて、カーテンコールの時に気づいてよかった。すごい見に来てくれてるって思いました。ありがたいね。もちろん最前以外にもね、いらっしゃって、すごいツイッターとかでよかったよって言ってくださって本当に嬉しいです。今これ私両手を広げてる。うちは出してた、いや出してない、てかフェイスガードしてるからさ、でもフェイスガード越しでも笑顔なのが見えた。カーテンコールの時ちょっと光ってて。違う、なんかこっちとこっちにね、机とベッドがあってね、そこに置いてるの、手を羽ばたいてるわけじゃない。違う違う、私空中にこう手を上げてるわけじゃなくて、こう手を置いてるの。こっちにベッドがあって、こっちに机があって、置いて楽してるの、なぜか。傷がうずいてる、頭の中鳴りやまない、記憶のノイズでいつだってそうだろう。あ、55分だ。あと5分したら終わります。伸ばした手、その先で涙はもう、頑張ります。みちゅさんと二人のシーンもね、なんか結構重要なシーンだからね、頑張らなきゃあかんのよ。頑張ります。
クルス兄弟はリアルに兄弟なのに、そうリアル双子なんですよ。息ぴったりよね。すごいな。最後の方うるうるしてた。本当？よかった。ミチュって不思議な役だったね。ミチュさんはね、なんだろう、あの前作を見てたらなんかちょっと分かりやすいらしいけど、まあちょっとファンタジーな感じです。ミチュさんの役は、私は現代人、現代人っていうか現実世界って感じ。ファイトって、ありがとう。ファイト戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たい水の中を、ダララ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 タララ。よし、それではランキングを呼びたいと思います。13位から読めます。13位がマッカさん、12位が台湾夜嵐、おきちゃん好きおやすみさん、ありがとうございます。11位がとうとうさん、10位がかずのりさん、9位がアスパラさん、8位がポトフさん、7位がさしゆきさん、6位が市下さん、5位が中澤さん、4位が総領さんでした。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうね。口に色ないね、マジで。3位がスーさん、2位がジェリーさん、1位がイッコーさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。ありがとう。ちょっとね、選択しつつはではあるけども、マジでね、持ってくる服少なすぎて同じ服しか着れてない問題が発生してる。靴下とかね、もう何回洗濯したって感じ。にゃー、同じ服着てても今だけなんで気にしないでください。すいません。ありがとう。おやすみなさいって。あ、でもセプトさんの T シャツいっぱいもらったよね。もうそれ着ようかな。それ着ようかな。ありがとう。千秋楽に来よ。じゃあ金土日あるから来られる方とかもいるのかな。おやすみ。こちらこそ配信見てくれてありがとう。結構さ、舞台の話とか多くなっちゃってごめんなさいね。まあ、でもすごくいい舞台なので、ぜひ配信やね、当日券もあると思うので、千秋楽とかはちょっと分かんないけど、ぜひ見に来てください。ありがとう。見てくれてありがとう。バイバイ。おやすみなさい。今日も一日お疲れ様でした。明日は金曜日。花金、頑張れ。いってらっしゃい。どこにって感じ。目覚ましテレビのノリジェ言っちゃった。おやぽみー。ぽー。バイバイ。ありがとう。みんなバイバイ。謎の動き。